こんにちは、ニュージーランド在住のセイです。こんにちは、ハミルトンに住んでる、NZ ドリフトライフのたけしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、初めての対談で初めての対談ですね。こういうの本当初めてなんで、ね、緊張しますね、はい、ちょっと緊張しますねじゃあ今日はまずは、何のテーマからでしたっけ。今回は、はい、まあ、せっかくなんで僕同じような年代で、はい、ニュージーランドに住んでちょうど11年ぐらいですよね、はい、なんで、まあ、それにまつわる、あと車好きでもあるので、その車好き、ニュージーランドに来た日本人の、まあ、車好きでちょっと面白いなと思うような、はい、そういうトピックについてちょっと話していこうかなって思いました、はい、そうですね、じゃあ、はい、ぜひそれでいきましょう。そうですね、結構僕そのニュージーランドにこう最初に来て、はい、まあ、一番最初に思ったのが、はい、名義変更がめちゃくちゃ楽だなと思って。あ、確かに、はい、そう、僕ニュージーランドに来て、3日目で車買ったんですよ。早いですねニュージーランドワーホリで来て、はい、何をするにもやっぱ車が必要じゃないですか、でこう探してて、はい、確かニュージー大好き .com だったと思うんですけど、もうおなじみのおなじみのそうで、なんか帰る直前に売る、はい、予定だった人にドタキャンされて、もう今日売り手放したいんですみたいな、はい、700ドルでどうですかみたいな感じで言われて、おで、まあ、取り行ったんですけど、はい、そうですね、一緒に会って、はい、まあ、話して、あ、これいいですねみたいな、じゃあ買いますってなったら、じゃあ、ね、2人で郵便局行って、はい、紙1通書いて、ね、終わりみたいな。あ、ですね、自分の時もそれでびっくりしました。あれ、しかも郵便局なんだって思って、え、これだけって感じですよね本当あれびっくりして、うん、で、しかもニュージーランド来て3日目の、はい、要は外人じゃないですか、ここにしたらね。うん、で外人が来て3日目にどこに住んでるかも危ういのに車が自分の名義になるってどういうことだろうなと思って、最初かなり驚いた記憶ありますね。ですよね、あれカウンターで出して、はい、はい、じゃあこれで完了ねで、あとなんか何日後かに紙届くからで、あと行っていいよで、え、本当にってちょっと不安になりますよね。そうなんですよ、だからそうですね、その時まだ3日目だったんで、ね、住所もちゃんと覚えてなくて結構危うかったですけど、あ、確かに、何パンチだっけって調べ、覚えらんないですよね、覚えらんないです、ね、来て調べて、はい、ね、パスポートと国際免許があって、はいはい、あと住所の確認になるような、あれ、なんか、いや、持ち込まなかったですよね、書くだけですよね、ね、書くだけでしたね、びっくりしました確かに本当楽でしたね。僕日本で、まあ、車業界に勤めてたもんで、やっぱり名義変更するときとか大変だったんですよね。一番面倒くさかったのがローン名義になってて、ファイナンスがついてたりすると、はい、結構面倒くさかったりするんですけど、まあそれがね、はい、郵便局1回行ってああね、驚きましたですね。自分も驚いたといえば、はい、車の走行距離ですね。ああ、そうだそうだそうだ、それびっくりしました。なんか自分もそのニュージー大好きで車を探したりしてたんですけど、はい、あとトレードビームですね、はい、あれは20万キロ超えてるのが当たり前で、はい、そうですね、いや、もう日本にいた時10万キロ超えたらもう壊れるんじゃないと思ってたのが、はい、そうだそうでしたよね。いや、ね、僕もそうでした。僕最初に買った車、その700ドルで買った車は32万キロだったいや、これがね、走るんですよ。これが本当、ね、ちなみにトヨタのカムリの92年製のステーションワゴンかな、マニュアルだったんですけど、はい、まあ、やっぱりオートマチックだとね、結構オートマが突然壊れちゃったりっていうのも、はい、ちょっと心配事としてあるんですけど、まあ、その辺マニュアルだったら、まあ、最悪クラッチ交換とかすれば比較的持つので、ね、オートマチックも。それで、まあ、購入を決めたんですけど、あ、そう、32万ってなんだよと思ってタイミングベルト3回目ってなんだよと思ってすごいですよね。そう、前回のタイミングベルトは23万キロに降下してるからとか、びっくりしましたね。
ですね、自分も初めて買った車がワーホリ、やっぱ日本帰る人から買ったんですけど、それが23万キロで、やっぱ周りの人、他のワーホリの人からも、それ大丈夫なのってすごい心配されて。そうですよ ね、まあ、こっちだと結構それが、まあ、あるんですよね。ですね、当たり前ですよね、はい、なんか10万キロ台だとむしろこう上物というか、うん、そう、10万キロとか11万キロっつったら、なんかニュージーランドに輸入されてきて初登録だよみたいな、あ、ですね、感じですよね。笑っちゃいますよね。本当生きのいいのが入ったよみたいな勢いですね。いや本当ですよ ね。最初それをフラットオーナーから、ね、最初に聞かされて、はい、いやいやいやと思ってるんですか。いつの間にか僕もその感覚になりました。ですね、なんか10万キロで8万キロとかなんかブランニューじゃんみたいな。ですね、本当に。いやまさかそんなわけと思ったんですけど、数年したらもう全くその感覚になりました。なりましたね、あっさり、はい、実際何ともないですからね。そうなんですよね、結構、まあ、修理する箇所もあるっちゃあるんですけど、持つんですよね。それ過ぎたからって突然車がボカンって壊れちゃうわけではなくて、ですね、その場所を、まあ、ちゃんと点検整備して修理しておけば持ってくれるので、ですね。あ、そういえば一度、はい、レガシーに乗ってたことあるんですけど、はい、あれが一度セルモーターが突然かからなくなった時は焦りましたね。あ、それオートマですか、マニュアル。マニュアルですね。あ、じゃあ押し掛けして、そうですね、他の人の車に引っ張ってもらって、しかもこう駐車場すごい奥まったドライブウェイの奥だったんで、はい、頭から突っ込んでたんで、はい、こう後ろの方にこうフック引っ掛けてもらって、バックのギアに入れて、で他の車にウィーンって引いてもらって。じゃあバックで押し掛けしたんですか。そうなんですよ。いや、貴重な経験ですね。いや、本当ですね。まあ、ニュージーランド、そういう面白い経験ができますよね。ね、確かに。僕もその700ドルで買った車、ね、1号線、オークランドで仕事、オークランド行ってて、ハミルトンに帰ってくる最中に、はい、ラジエーターがパンクして、しかも 夜の12時過ぎにパンクして、その時持ってたのが、はい、まあね、自分の、まあ、飲料用の 1.5 リッターのボトルが1本あったんですね。おたまたま、まあ、それちょっと飲んでて、はい、まあ、1リッター前後残ってたんですね、はい、で場所がもうラジエーターの上のこのキャップ閉めるところらへんがもうパックリ割れちゃってて、はい、でもどうしようもなかったんで、はい、キャップ開けて水入れて、はい、まあ、ガムテープがあってその時、おお、焼け石に水なんですけど、ガムテープをこうまず水気をできるだけ取って、他にできることないんで、もうそうやってやって、10分ぐらい走って止まって、はいはい、ちょっと次出してとか、はもう温まりすぎちゃったら終わるので、まあ、幸いにして冬場だったので、まあ、そこまで水温が上がらなかったから大丈夫だったっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうのをずっと繰り返しながら、まあ、10分休憩して5分走るみたいな、で水も尽きるじゃないですか、もうジャバジャバやっぱ漏れるんで、でもうどうしようもなくなって、はい、1号線の道沿いにですね、はい、運送屋さんがあったんですよ。おうおう、もちろんシャッターも閉まってるんですけど、これここ入るしかない、これ以上これもうどんどん足してるっちゃよかったんですけども、足すのもなくなっちゃって、でまあ残量もどんどん減っちゃって、はい、もう上がるスピードも速くなってくるんですよね。本当にやばいなと思って、このまま走っちゃったらまずいってことで、はい、まあ止まったところが運送屋の目の前で、はい、でフェンスよじ登ってで蛇口探して、はい、蛇口で水入れてそれでなんとか、はい、まあ、帰ってきましたね。すごい、本当にギリギリですねでもちゃんとそれヘッドガスケットも抜けないで、はい、ちゃんとラジエーターだけ交換したら、はい、オーバーヒートもせず走ってます、走ってたんですね。やっぱ頑丈ですねそう、なんかそういう風な、こうなんつうんですかね、はい、まあ、やっぱボロいんでいろんなトラブルもあるんですけど、結構車好きだとその辺どうやったら この場を脱出できるかなみたいな、考えますね。そうですね、考えますね
僕ちなみにその車マニュアルで買った時にクラッチがちょっと滑り気味だったんですね、はい、でその時にタウポに自分の競技車両が置いてあって、はい、タウポからオークランドまで車を持ってこなきゃいけなかったんですよ、はい、で誰かに頼むとすごい高いんで、はい、自分で行こうって本気で思ってたわけなんですよ、はい、で買った車が、うん、まあ、トウバー付きの、まあマニュアル車のカムリだったんで、うーん、ただクラッチがちょっと滑り気味だったと、はい、で、まあ、修理もしたいけど、まあ、お金もなかったんで、はい、で、まあ、自分で直すしかないなと、うーん、工具はあったんですよ、はい、ただ場所がなくて、あで、どこで修理したかっていうと、はい、あのフラットオーナーの家の目の前のこう結構坂のきつくなってる道端で、はい、クラッチ交換して、いやあれもね貴重な体験でした、ね、ジャッキは持ってて、はい、馬がなかったんでリジットラック買って、お入れて作業して、でしかもね公園が近かったんですよ。はい、その時住んでたのが、オークランドのグレンダーウィってとこで、はい、ミッション名の近くで結構ハイソなとこだったんですよ。こじゃれた家が並んでて、で目の前公園で、はい、でなんか内海みたいになってて、はい、景色も良かったんですよ。おそこで、はい、綺麗な海をバックに古いカムリをボンネット開けてこうガチャガチャやってるアジア人っていう。あでも10年前だったら結構見かけましたね、道端で何かやってる人。自分もなんかホームステイしてたところのすぐ近所に、はい、あの初期型の MR2 に乗ってるキウイの男の子がいたんですね、はい、おおすごいですね。いや多分あれ好きで買ったんじゃなくて、あの親が買ってくれたのはそれだったか、はい、お下がりだったかみたいな感じで、でなんかバンパーベコベコにへこんでていいですね。なんかもう いかにも高校生っぽいキウイの男の子が自分で一生懸命ラチェットを使ってバンパー外してたんですよ、普通に道端で。それおっちゃんとかがね、こうジョギング中のおっちゃんとか話しかけてきて、はい、ちょっと車好きそうな、何やってんだとか、タイヤ交換かっつって、いやクラッチ外してるっつって、え道端で何やってんだっつって、ですよね、本当にっつって、いやほらクラッミッション外れてるでしょっつってクラッチ見えてるでしょっつって、すげえな日本人は道端でこんなこともできんのかとか言って、いやそれ絶対タケシさんだけですよね。そうだよっつって、あのすごい嘘を吹き込んできました。そっかすげえな、だから日本車はすごい車なんだなーなんつって違う納得の仕方ですって、そんなんやってました。本当にこんな感じでニュージーランドに来たばかりの頃、2人ともいろいろ車で驚いたこと、いろんなエピソードがあったわけですね。そんな話をしてみましたがいかがでしたでしょうか。そして今度は別の車に関する話題がたけしさんのチャンネルの方でも投稿されるので、よかったらそちらもご覧ください。では今回の動画は以上で終わりです。いかがだったでしょうか。今後もニュージーランドから様々な情報を発信していきますので、よかったら興味のある方はチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。